かしたこともある。冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。僕にしてみりゃこれで最後のレイディエニーマイラブソスイート。二人がもしも冷めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば言葉に詰まるようじゃ恋も終わりね。 Any my love so sweet。 笑ってもっと baby 無邪気に on my mind。 映ってもっと baby 素敵に in your sight。今回の動画は少しトークをしたいなと思っております。よろしくお付き合いください。皆さん、いきなりですけどコーヒーって飲みますか？僕は毎朝ホットコーヒーを飲むんです。これね、ファミリーマートのホットコーヒーです。なんでファミマと思いませんか？そう、ちょっとね、みんな飲んだことがある人はなんか気づくと思うんですけど、いきなりホットコーヒーってこう飲むとあちちちちみたいになるんじゃないですか？なりません？そう、僕はすごくなるんですよ。なのでファミマのコーヒーはなんとね、ここが飲み口が大きいんですよ。ずいぶんほらね、ずいぶん大きいんです。なのでいきなり本来のコーヒー本来の味わいを味わうことができます。いきなり飲めますから。なので僕はファミマにしてます。はい、そう、決して僕がなんかファミリーマートの回し物とかコマーシャルしてるわけではなく、なんかね、ファミマを選んでおります。はい、皆さんのコーヒー話お聞かせください。はい、そう、僕はね、真夏でも朝からホットコーヒーを飲んでます。はい、それでは本日の曲は愛しのエリーのカバーでした。チャンネル登録といいね、そしてコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。